はい、翼ゴルフの翼です。基本を身につける百切りスライスの原因と対処法。はい、今日はこれについてやっていきたいと思います。翼ゴルフ始まるよ。はい、スライスの原因ポイント3つあります。1、丹田のズレ、軸ブレ。2、スイング軌道。3、フェースの向き。はい、これについてご説明させていただきたいと思います。まずスライスの原因、丹田中心のラインがこちらにずれることによってフェースが開きやすくなりますね。丹田がずれることによってフェースが開きやすい、 もしくは軌道も悪くなります。こういう形でですので、丹田はずれないように、丹田を中心に回るようにしましょう。まあ、テイクバックのポイントでも言ったんですけど、丹田を中心に回すことによって背骨の角度とクラブフェースの向きが一緒になるので、はい、丹田意識してみてください。次に2番、はい、スイングの軌道ですね。スライスではスイングの軌道がカット軌道の人がほとんどです。カット軌道、はい、カット軌道になるとフェースが開いて当たります。そしてシャンクの原因でもあります。はい、ですので、カット軌道の場合は気をつけましょうね。はい、3番、フェースの向き、小屈背屈ですね。はい、フェースの向き、基本的にスライスの方は、手首の角度が背屈になっております。背屈、この形です。はい、まあ、トップ辺、アドレスからですね、トップ、バックスイングトップの時にここはしっかり伸ばしましょうと言ったんですけど、これがスライスの方はこの形、はい、背屈という左腕と、左手の甲の角度がついてしまっています。これをしっかりまっすぐにしていくことが大事です。はい、ということで、この3つですね、原因は。はい、次に対処法をやっていきたいと思います。1、丹田を中心に回転。丹田を中心に回転することにより軸がぶれずにフェースもしっかり、フェース面も目標に向かってきますので、丹田を中心に回転することが大切です。丹田がずれてしまうと、もうこの時点でフェースが開いてしまうので、逆もそうです。例えばバックスイングサイドがずれてなくても、ダウンスイングサイドで丹田がこっちにずれるとフェースが開いてしまうので、丹田は本当にしっかり、動かないように意識してみてください。はい、次にトップで小屈を作る。はい、トップで、まあ、小屈というか背屈は作らないってことですね。トップポジションで背屈は作らないように、はい、例えばですね、これこのまま背屈のまま下ろしてくると必ずフェースが開きます。まあ、小指側から動き出すので、ヒールからクラブが、抜けていく形になるので、しっかりトップで、まあ、小屈、まあ、っすぐだったらいいと思います。まっすぐ、もしくは、まあ、小屈を作れればクラブフェースは閉じて降りてくるので、スライスがしにくいです。はい、これが背屈、こちらが小屈。で、ショックと作る。はい、意識してみてください。はい、3つ目、クラブヘッドと背骨の角度が同じ。はい、フェースの向きですね。バックスイングからダウンスイングで、ここで、フェースとクラブ、前傾角、背骨の角度を一緒にしましょう。テイクバックもそうでしたね。はい、クラブフェースと背骨の角度が一緒で、トップで小屈を作って、ダウンスイングではまたここ手が腰の高さまで来たら背骨の角度とフェースの向きを一緒にしましょう。これによってインパクトでフェースが開かないのでスライスがしにくくなります。はい、まあ、ほぼしないです。はい、っていうことをですね、意識して、ぜひやってみてください。で、小屈背屈っていうのはちょっとわからない方は調べていただくと結構わかりやすくですね、まあ、ネットの方に載ってたりするので、はい、
よろしければ見てみてください。ということで、今日は、スライスみんな悩んでると思うんですけど、しっかり、そこをですね直すことによってスコアが全然変わってきてしまうので、意識してやってみてください。ありがとうございました。